タイムが45秒2を目標にして優勝できたら200点満点って言ってたので目標達成できてよかったなと思います。ありがとうございます。自分の走りもそうなんですけど、チームで勝ち取ったその45秒1だと思うのでちょっと安心というか嬉しいっていう素直に嬉しいです。ありがとうございます。全日本インカレで優勝を目指しているので、まずはこの関西インカレで優勝できたのは大きな一歩だなと思っているので、目標タイムも達成できていい試合になったかなと思います。久しぶりに45秒1台を出すことができて、正直ちょっと安心している部分はあるんですけど、まだまだ、いけるチームだと思うので、また全日本インカレだったり日本選手権で、優勝できるチームにまたどんどん頑張っていけるように、みんなでもう淡々全員立命全員で頑張りたいと思います。ありがとうございました。立命館大学にはライコとリレーを組んで日本一を目指すために入ったので、その目標が達成できるように全日本インカレと日本選手権リレーに向けて頑張りたいと思います。はい、私もこの立命館大学入って本当にあやねっぴにすっごいもう本当にいっぱい助けられたので、一緒に最後優勝したいと思います。